はい、じゃあ今からパーマの前のカットします。2ヶ月で経ちますかね。1ヶ月半。そうですか。はい、なんで夏だし、はい、なんてね、すいません、上はあんま切らなくて。あ、わかりました。バレーボールの話っていっぱい、はい、久しぶりにゴルフ以外のことをして、はい、どんな筋肉痛になるかなと思って、全然平気なんですけど。よかったですね。でも筋肉の疲れが取れなくて、え、筋肉の疲れが取れない、はい、のところやっぱり高熱期かなと思ってたんですけど、意外と平気でした。なんていうの、昔ラグビーやったでしょ、はい、俺はその疲れが残ってないかなと思うんだよね。おー、だって例えばラグビーの場合さ、ガツンと当たるじゃん、あの衝撃っていうのはさ、なかなか俺取りにくいと思うんだよね。そうですかね、うん、だからそれがなんていうか、あの衝撃が体を強くしてくれたんですけどね、うん、強くしてくれるんだけど、反面自分が多分なんて病気とかになった場合にさ、はい、負担かかるかなと思うんですよね。そうですかね、うん、もう骨格系にはきますよ、うん、本当にねえ、はい、そりゃそうだよね、当たるんだね、わざわざ。そうだから、いや、ある程度しっかり筋肉保ってないと、うん、このでっけえ体維持できないだろう。そうですよね。だからいいのと悪いっていうかさ、はい、背中合わせだからね、関節系にはきっと出るだろうなと思います。懐に動かしてないと。そうですよね。